そんな、モリスさん、あなたって人はどうして今になってそんなことを言うんだ。はあ、私にもどうしようもなくて、本当に急に起きた問題なのだよ。では俺の英英はどうしろと。それは君が自分で何とかするしかないな。あるいは私の忠告を聞いてこの英英祭は諦めるかだ。親愛なる旅人にパイモンじゃないか。いや、まさかこんなタイミングであなたに会えるなんてな。元気だったんだが、たった今秘宝に打ちのめされたところだ。英英の撮影に協力してくれていた出資者が財政難のため資金援助ができなくなったらしくてな。別の出資者を探せばいいんじゃないか。いや、今回の契約はフォンティナリア英英祭のために特別に結んだものでな。祭りが終わるまで他の出資者に協力を仰いではならないという規定があるんだ。フォンティナリア英英祭？ああ、フォンテーヌのフォンティナリア祭に参加するのは初めてか？だったら説明してあげよう。フォンティナリア祭は純粋精霊を探し水神エゲリアを迎えたという伝説の純粋騎士を記念して設けられた祭日だ。この日はフォンテーヌの建国、そしてこの地特有の法律と審判と密接な関係にあり、フォンテーヌで最も重要な祭日の一つでもある。グザビエの表情が急に歪んだぞ。まるで苦虫を噛みつぶしたみたいに。今言ったのは全て本に書かれている内容だ。その定義に関することは不要な議論を避けるため、引用が必要な場合はいつもこうやって言うことにしてるんだ。ああ、そういう解釈で構わない。何せ祭りだからな、誰もが喜ぶものになってる。他の国の祭り同様、フォンティナリア祭が開催されてる数日間はフォンテーヌ邸で様々なイベントが催されるんだ。
それから人々は純粋騎士を称えるためその格好を真似た特別な衣装を着て金牌を手に持ち家々を回って純粋を求める。だがここ数年フリーナ様はそれではつまらないと思ったらしく、純粋を求めるからお菓子をねだるに変えたけどな。いかにもあいつらしいな。今やある種のカーニバルのようになってる。子供たちは大喜びだがな、毎年誰かがトライアルオアトリートというのが聞こえるようになったよ。なかなか面白そうだな。でもお前がさっき言ってたフォンティナリア英英祭ってのは何なんだ？おっと、話が脱線してたな。きっと旅人に会えたのがあまりに嬉しかったせいだ。本題に戻そう。フォンティナリア英英祭は今年フォンテーヌ英英協会が打ち出したイベントなんだ。英英技術は日に日に進歩しつつある。今こそこの芸術がもっと多くの人に注目されてもいい頃合いだろう。だから協会はこの期間中に英英作品を公募し、最後に選考を行うことにした。最も得点の高かった英英は協会からフリーナ賞が授与される。な、何賞だって？水神様の名を冠したフリーナ賞さ。ああ、フリーナ様が在位中につけられた名前のはずだから、今となってはまあ誰も解明を提案しなかったようだ。みんなぴったりだと思ってるのかもな。もう水神ではないとしてもフリーナ様がフォンテーヌの大スターとして舞台上で輝く姿は誰の目にもはっきりと映っていたのだから。なるほど、そう言われてみれば確かにぴったりだな。はあ、でも資金面で問題が生じるとは誰が予想しただろうか。このままでは千織さんやはるばる稲妻から駆けつけてくれる出演者にどう説明したらいいやら。千織？なんか聞き覚えのある名前だな。どこで聞いたんだっけ？そう、その彼女だ。アートディレクターを担当してもらおうと招いたんだ。この英英の出演者のイメージデザインも含めてな。ああ、思い出したぞ。ナビアが自分の服は千織にオーダーメイドして作ってもらったって言ってた。それにキララも。千織さんはなんというかそのズバズバっとものを言うし、仕事もビシバシある。フォンテーヌのファッション業界では雷鳴の細菌師と呼ばれてるんだ。彼女の優れたファッションデザインのおかげで多くのフォンテーヌ人が稲妻に深い興味を抱くようになった。で話を戻すと、千織さんは俺が招いた稲妻の出演者と知り合いでな、今回の英英の国際協力も彼女の助力のおかげなんだ。本当に気立てのいい女性だよ。稲妻の出演者って誰だろう。オイラたちの知り合いかな。なんなら一緒に純粋船の乗り場まで迎えに行くか。
時間からすると純粋線はもうじき到着する。千織さんともそこで合流することになってるんだ。千織さん、出資者との話はもう済んだのね。純粋線はまだついてないわよ。ん？そちらは？ああ、紹介しよう。こちらは旅人とパイモン。はじめまして。よろしくね。うん、よろしくな。千織屋の天使はすごいって噂には聞いてたけど、やっと本人に会えたな。ありがとう。あのお嬢様の身分に釣り合わせるにはあれくらいするのがちょうどよかったの。それで何があったの？顔色が悪いけど。実は大変なことがあって。また待ってくれ千織さん。あの出資者に問題があると注意してくれたことは分かってる。
絶対にあるでしょ。だが、どうしても断れなかったんだ。彼はあの時、他の人の倍の額を提示してくれたから。そこが問題なのよ。こちらにも訳があるんだ。こんな素晴らしい脚本を手に入れたからには、当然この英雄をきちんと取りたいと思って。だが他の人が提示してくれた額では制作費を賄えない。やっとのことで大金を出してくれる人に出会えたからつい。落ち込むなよグザビエ。オイラたちが少しはモラを集めてやれるかもしれないぞ。ありがとうパイモン。その気持ちはもらっとこう。でも永遠にかかる費用は莫大で、かき集めたところで役者の出演料さえ払えないかもしれない。ま、過ぎてしまったことは仕方ないか。でも諦めるにはまだ早いわよ。もしや千織さんには何かいい方法が？そういう意味じゃなくて、まだ話は終わってないって言っただけ。何しろ私が推薦する役者はモラより別のものを大切にしてるから。私たちメルジーヌの家はメルシー村にあって、水の中に入らないといけない場所にあるの。はあ、そうやったら毎日仕事が終わるとクタクタやろ。ごっつ長い道のり泳がなあかんねんもんな。あなたって優しいんだね。でもフォンテーヌ邸に住むことを選ぶメルジーヌもいるんだよ。その方が何かと便利だから。着きましたよ。え、もう着いたん？もっとアイベルちゃんとおしゃべりしたかったのに。アイベルさんの案内、私も楽しませていただきました。詳しくて情景の描写も鮮明で興味がつきません。ありがとう。私は普段いつもこの純粋船に乗ってるから、また会えるといいね。紹介できてない観光スポットもまだまだたくさんあるんだ。フォンテーヌ邸へようこそ。しおりさん、見違えました。あなたが稲妻を離れてから顔を合わせるのはこれが初めてですね。うん、私もこんなに長い時間が経ってるなんて思いもしなかった。当時は急いでてお別れの挨拶もしてなかったもんね。お招きいただきありがとうございます。グザビエさん、この度のフォンテーヌでの旅の収穫を楽しみにしています。神里さんにお越しいただけるとは、こちらこそ光栄です。グザビエが言ってた出演者ってこいつらのことだったのか。あら、旅人さんにパイモンさん。おお、奇遇やな。来る途中彩香ちゃんとあんたらの話をしとったんやで。二人も永遠を取りに来たん？オイラたちは会場でグザビエにばったり会って一緒についてきたんだ。せやけど
うちは出演者とちゃうで。役者は神里様と彩香ちゃんの方で、しかも主演。うちは彩香ちゃんに便乗してくっついて遊びに来たんや。いや、それは遠泳の準備をしてるとき全然連絡が取れなかっただろう。旅人も自分の用事で忙しいだろうから、お邪魔しちゃ悪いと思って。だからこの遠泳では旅人のことはひとまず頭の片隅に置いて、他の主演俳優を探すしかなかったんだ。フォンテーヌに来る途中、私も長いこと考えていたんですよ。どうやったらあなたたちに会ってびっくりさせられるかと。でも、あれ、お互い知り合いなのか。それは奇遇だな。こうしてここで再会するなんて、そうあることじゃないぞ。よし、こうしよう。ホテルデボールに場所を移して食事しながら話そうじゃないか。席も予約してある。え、オイラたちの分もか。もちろん、料理を多めに出してくれるよう支配人に頼んだか。ではお言葉に甘えて、グザビエさん、ご案内よろしくお願いします。建物ってみんな背が高うてでっかいんやな。アイベルさんが話してくれた噴水もありますね。とても美しくて華やかです。真ん中の大きな玉はどうやって回転してるんやろ。あれがクロックワークっちゅうやつか。これがフォンテーヌ料理なんやな。稲妻の味とは全然ちゃうわ。なんちゅうか、作り方がもっと手が込んどるっちゅうか、いろんな味が重なり合うてて美味しいわ。俺が稲妻にいた時は逆に味があっさりしすぎてて、慣れるのに時間がかかったな。さて、今回の目的に話を戻しましょうか。グザビエさん、遠泳の準備は今どこまで進んでいるのですか。ええ、撮影クルーはほぼ揃っています。照明技師、道具係、衣装のデザイナー、脚本も小説の作者から版権を買い取りました。あ、二重詩やろ。来る途中であんたが送ってくれた台本読んだけど、ええ話やな。もともと
上里さんと彩香さんがフォンテーヌに着いたらすぐ撮影を始めるつもりだったのですが、問題が一つ起きまして。お聞かせいただけますか？今朝になって突然、永遠の出資者であるモリスさんが財政難に陥ったので約束したモラを出せないと言ってきたんです。フォンテーヌの法律体系は整っていると聞いています。もし彼が契約に違反したのなら法廷に訴えることはできないのですか？はあ、それが裁判を起こすにしても一連の手続きを経る必要があります。そのため改定日はおそらく 1,2 ヶ月は先になるでしょう。そうなればどちらにせよ永遠の撮影の方は他から資金を募ってその問題を解決するというのは？それも考えました。しかし短期間でこれだけのモラを集めるのは難しい。何しろフォンティナリア英英祭の撮影時間は限られていますし。グザビエさん、もし私と彩香が無償で出演したいと申し出たら今直面している問題を解決できますか？なんですと？そんなわけには。遠くからはるばるお越しいただいて無償で出演していただくなんて、いやいや、それは絶対にいけません。グザビエさん、お気になさらず。お招きいただいた時から私とお兄様はもとよりそのつもりだったんです。稲妻は鎖国を解いたばかりで早急に他国との文化交流を進める必要があります。これまでフォンテーヌと協力することはあまりありませんでしたが、この旅が将来のために良い出発点になればいいと思っています。むしろこれこそ私どもシャブ業がフォンテーヌに来た真の目的なのです。しかし無償で出演していただくのはさすがにお二人に申し訳が。お気になさらないでください。この度は文化視察の名目でフォンテーヌにやってきましたが、正式な文化協力のためには誠意を示さなければなりません。この英英はちょうど稲妻とフォンテーヌの友好交流の証となるでしょう。個人的にも英英が無事に上映されることを願っています。もしまだ心苦しいと思われるのでしたら、フォンテーヌの文芸界の名士を何人か紹介していただければ。ああ、わかりました。ではお言葉に甘えさせていただきます。本当にありがとうございます。こうなれば家財を投げ打ってでもモラを集めなければ。もうそんなバカみたいなこと言わないの。私もブランドスポンサーの名目でいくらか出してあげるから。うちも出すで。今回あんまお小遣いを持たんと出てきたけど、ないよりマシやろ。なんて心優しい紳士淑女たちなんだ。はあ、俺は
旅人と宵宮の二人は大丈夫よ。主演二人のギャラを省いて、さらにグザビエの貯金と私の協賛があれば、それで十分でしょ？それに君たちには、モラを出すより力を貸してほしいの。え？力を貸すってどうやって？おいらたち、永遠の撮影に関しちゃ素人だぞ。ほら、グザビエ、泣いてないで、撮影クルーにあとどんな人が足りないのか教えてくれる？わかった。今のところ足りないのはカメラマン1名、スクリプターが1名、裏方が1名。最初は自分で監督をやりたかったんだが、プロデューサーという立場だけでも忙しくて手一杯でな。監督と監督助手の2つの役職もまだ空いてる。カメラマンと裏方はわかるけど、スクリプターってのは何をするんだ？スクリプターとは、カメラマンが撮影する際にカチンコを使ってシーンごとの情報を記録し整理する役だ。忍耐力と注意深さが必要な肉体労働だぞ。カチンコ！もしかして撮影の時手に持ってカチンって鳴らすやつか？そう、それよ。興味ある？じゃあスクリプターは君に任せるわね。裏方作業はうちの店の人に手伝いに来てもらうってことで、どう？グザビエ。ああ、それで行こう。あとカメラマン役は旅人に任せたい。だな、こいつは撮影が上手だし、これまで写真機で旅の景色をどれだけ撮ってきたことか。俺もそう思う。以前一緒に作業をした時、旅人は撮影の構図にかなり詳しいと気づいた。きっと旅人さんは諸国を巡り歩いていろんなものを見ているからですね。たくさんのものを見るうちに、レンズに何を収めるべきかが自然とわかるようになったのでしょう。どうだ、この役引き受けてくれるか？おお、ありがとう。本当にいいやつだな。さあ、抱きしめてあげよう、親愛なる友よ。残るは監督と監督助手だけだな。はいはい、うちがひとまず監督助手を引き受けるわ。とにかく監督の手伝いしたらええんやろ？それならできるやろし。最後の監督は、最近フォンテーヌの有名な監督のほとんどは俺と同じように自分とこの栄養を準備してるから、暇そうなやつは思いつかないな。あれ、確かフリーナって前演出顧問として劇団の手伝いをしてたんだよな。監督に向いてるじゃないか。しかも家でゴロゴロしてるだろうし。フリーナ、あの方に本当においでいただけるだろうか。フォンテーヌの水神様の名前ですよね。お兄様からフォンテーヌで起きたことを聞きました。
そいつだ。少し前に劇団の手伝いをして、その流れで今監督の仕事を始めてるんだ。それは…そのミュージカルなら見たことあるけど、あの方の演技は完璧で、脚本も演出も素晴らしかったわ。過去の身分にビビってらんないんじゃない？これって考えうる限り最高の人選でしょ？それに行ってみなきゃわかんないわよ。わかった。千織さんの言う通りだ。英英のために、我が英英のために。はあ、ではお手数だが、旅人にパイモン、俺をフリーナ様のお屋敷まで連れて行ってくれないか。あの方が承諾してくれるといいが。私たちもご一緒しましょうか。いえ、この件でご迷惑はおかけしません。皆さんはフォンテーヌにいらしたばかりで、あちこち見て回りたいことでしょう。こちらは私に任せてください。これもプロデューサーの務めですから。わかりました。それでは吉報をお待ちしています。私は一緒に行くわ。あと手土産を持っていきましょう。オイラたちも行くぞ。フリーナとは付き合いがある方だし、それにオイラたちが提案したことだからな。よし、では今すぐ準備に取り掛かろう。手土産は…かつて水神様と崇められた方、どんな贈り物が喜ばれるのでしょうか。フリーナ様は指輪型の時計を愛用していたから、精巧なクロックワークを持っていくとか。あれ、お菓子じゃあかんの？ほら、フォンティナリアムースとか。え、ちょっと安すぎないか？確かにあいつはお菓子が好きだけど。今ってフォンティナリア祭の最中なんやろ？純粋船の案内役のアイベルちゃんに聞いたで。フリーナの命令でお菓子をねだる風習に変わったって。彼女もお菓子が好きやからそうしたんやと思うで。私もヨイミヤの意見に賛成かな。贈り物が高価すぎるとかえって相手に気まずい思いをさせちゃうと思うし。よし、じゃあフォンティナリアムースを買いに行こう。けど本当にそれで足りるのか？こんな重大なことを頼みに行くっていうのに。うん、確かに足りない。フォンティナリアムースじゃまだ甘さが足りないと思う。え、これより甘いものがいるのか？そうよ、どんなお菓子よりも甘い贈り物を添えないと。それってなんだ？君たちの賞賛よ。情報をお待ちしていますよ。皆さん、安心して行ってきてください。私たちの方は心配いりません。フリーナがうちらの用意した贈り物を気に入ってくれたらええな。はっ、もし足りひんと思ったらいつでも言うてや。
贈り物の花火を作ったるわ。ここに住んでるんだ。よし、ではノックするぞ。はいはい、こんな昼間っから。で、どちらさん？皆様、私は AA 監督のグザビエと申します。どうも。あれ、後ろにいるの旅人とパイモンじゃないか。それにチオリオ。ああ、チオリアの人だね。ようこそ。で、みんなお揃いで何の用だい？もしかしてフリーナ、今起きたのかよ。もうお昼だぞ。つまりそのお昼って本当に天気が良くて太陽はポカポカでフリーナみたいにあったかいよな。この時間まで寝てるのは賢い選択だと思うぞ。僕は昨日徹夜で小説を読んでいただけで天気とは何の関係もないよ。こちらはフリーナ様のために用意した品です。つまらぬものですが、どうぞご承諾ください。そんなにかしこまらなくていいよ。今の僕は一般人なんだしさ。うわあ、これフォンティナリアムースじゃないか。大好物だよ。それは良かったです。実はこの度お願いしたいことがありまして。お芝居に対するあなた様の飽くなき追求と卓越したご理解を見込んで、私ども撮影クルーの監督を務めていただきたいのです。ん？でもさっき自分が監督だって言わなかった？この作品では私は主にプロデューサーの役目を担当しております。それに私の芸事に対する理解はフリーナ様にはとても及びません。旅人とパイモンもこの永遠のクルーにいるの？うん、いるぞ。オイラがスクリ
ラーマン？それって高度な技術が求められる仕事だよ。作品の最終的な品質にも影響を与える。本当にできるの？まあ別に君を疑ってるわけじゃないんだ。ただ写真機を使っているところをあまり見たことがなかったから。ならフリーナにテストしてもらおうぜ。もしこいつの撮影にフリーナが満足できたら安心しておいらたちのクルーに入るってのはどうだ？おっと、流れるように話を進めるとは腕を上げたね。でも確かに君の撮影レベルは見てみたいな。うん、いいだろう。この場でやってみるとしようか。撮影に関するリクエストを僕がいくつか出すから、君がそれに答えられるかどうか試させてもらおう。まあ実際の撮影ではカメラマンが監督の意図を見抜けるかどうかは重要だからね。君の腕を見てから決めさせてもらうよ。準備はいいかい？僕が望むものは厳しいよ。じゃあ写真機を持って問題を出そう。Thank you.
したよ。なかなかの腕みたいだ。撮影に選んだアングルはいい構図だし、セリフの割り振りも人物の思いを合理的に表現している。フリーナはオイラたちを手伝ってくれるってことか？そう簡単にいくもんか。前回の水の娘のミュージカルを経て、僕の名はまた轟き始めたんだから。実を言うと、今回のフォンティナリア AA 祭ですでにいくつか劇団が訪ねてきたんだ。ただその脚本は退屈で興味をそそられなくてさ。もしこうも簡単に君たちの頼みに応じたって他の人に知られたら。てっきり承諾してくれるもんかと思ったのに。何か不満でもあるのかよ。そのギャラはいくら？え？僕を監督に招くのに君たちがいくら払ってくれるかだよ。ギャラも重要な判断基準だからね。それは出せるのはこのくらいで。これっぽっち？これじゃあヌビレットに報告したら低賃金雇用で訴えられるよ。申し訳ありませんが、私たちクルーの現状からすると。わかった。今の条件では参加するのが難しいけど、好奇心を満たすために一応聞いておこう。何を取るつもりなんだい？小説を原作とした脚本、二重詩です。ん？ちょっと待って、ベストセラー1位になったあのサスペンス小説？なんだ、フリーナも読んだことがあるんだな。もちろん読んださ。うわあ、わかった。 AA の予算をみんな版権の買い取りにつぎ込んだんだね。いえ、そうではなく、小説の作者は私がこの物語をリメイクしたいというと、ほとんど無償でこの版権の利用を快諾してくれました。資金不足は別の理由で。有名になりたいんでしょ？その人にとってモラは重要じゃないんじゃない？私が作った服を着て世界中を駆け回りたいと思っている国際配達員からあんまりモラを受け取ることはないから、それと同じね。宣伝効果が優に費用を上回ってるもの。フリーナはこの物語が好きなのか？まあ普通かな。ストーリーのテンポは申し分ないけど、人間関係は改善の余地があるだろうね。前に読んだ時はなんだか残念だった記憶があるよ。僕の基準はとても厳しいからね。古本グザビエ、もしもだよ、仮に僕が監督をやったら、脚本と表現上の修正にどれだけの自由がもらえる？それはもちろん最大限の自由を差し上げますよ。フォンテーヌの誰もが知っている大スター、フリーナ様の審美眼を疑うわけがありません。それって僕が好きなようにストーリーをアレンジしても大丈夫だってことだよね？もちろん問題ありません。ふむ、いいだろう。
結局のところ君たちはやっぱり僕が面倒を見てやらないとダメみたいだからね。では承諾してくださるのですか？ああ、手を貸そう。ギャラは僕には釣り合わないけど、最高の脚本は最高の監督と組み合わせるべきだ。ボラが足りないからといっていい物語を台無しにしちゃいけない。最高級のパンとチーズをオーブンがないからって放置してみすみすカビを生やしちゃいけないように。水神様のご加護あれ。これは夢じゃありませんよね。水神様はどこにもいないよ。喜ぶのはまだ早い。永遠の準備にはすごく時間がかかるんだ。一番難しい脚本と配役が決まっているとはいえ、これから撮影場所を抑えたり照明や道具を。ああそうだ、二重視を取る以上アクション指導の人も探さないと。銃を実際に使ったことのあるプロがいい。その辺の問題は私も考えました。もともと思っていたのはフリーナ様のコネでお願いできる方がいらっしゃらないかと。僕の方で？以前だったらクロリンデに頼めたんだけど、もう長いこと彼女と連絡を取ってないしな。ナビアも銃を使ってたけど、スタイルが小説の登場人物とはかなり違うし。特巡隊にお願いできないかな。ああ、特巡隊に属しているあの巡視隊のこと？そう、彼らは毎日銃を扱ってるし、専門性から言えば第一候補でしょ。あそこはみんなヌビレットの管轄だから、僕は彼らのことをよく知らないんだ。もしかして結局ヌビレットにお願いしなきゃダメかな。そんな手間をかける必要なんてないわ。隊長のシブルーズとは知り合いだから。シオリがなんで獣死体の体調を知ってるんだよ。別に特別な理由はないわよ。商売柄よく面倒ごとに出くわすから、彼女には何度も助けてもらったことがあるってだけ。逆に私も特巡隊が表立って行動できない問題の処理を手伝ってあげてるけど、そうこうしてるうちに仲良くなったの。特巡隊が表立って行動できないからファッションデザイナーに解決してもらう。なんてことあるのか？しおりの仕事がますますわからなくなってきた。そこは知らない方がいいわ。話を戻すけど、彼女に銃の指導をしてもらうってのはどう？専門家にお願いできるならもちろん異議はないさ。ましてや隊長クラスだし。しかし特巡隊の仕事は忙しいだろう。本当に永遠の撮影に参加する時間なんてあるのか。それに報酬の問題が。幸い彼女もお金にうるさい人じゃないから。
まあ時間については本人に聞いてみないとわからないけど。じゃあ僕は一緒に行かないから、そっちは頼んだよ。今日はパスタの特売日なんだ。後で結果を明日の予定と一緒に教えてくれ。わかりました。フリーナが加わってこの永遠のメンバーに一気に凄みが増した気がするな。当然だよ。フリーナという名前がフォンテーヌでどれほどの集客力を持つか、公開日初日にせいぜい感謝するといいさ。その時歌劇場では立ち見席の券まで完売になること、受け合いだろうね。ついでに知り合いにもエキストラをやりたいかどうか声をかけてみよう。フリーナはやっとみんなの評価に悩まされなくなったんだな。余計なこと言わなくていいから。じゃあ出発しましょう。ジョーダッシュブルーズが今日どこにいるか知ってるから。そうだ、ついでに聞くけど、僕のギャラがあんなに少ないんだし、主演の二人はどうなってるの？はるばる稲妻から来てくれたんだろう？実はこれはフォンテーヌとの文化交流が目的なので、ギャラも何もいらないとおっしゃるのです。なんだって？すると世界中からモラはいらないよって人がこの英雄を取りに集まってるの？まさか千織も？ま、彼とは少し親交があるしね。私のブランド名を一番目立つところに出すってことも承諾してくれたし。はあ、僕が言うのもなんだけど、グザビエは本当に神に愛されてるんだね。ここよ。ん？周りには誰もいないけど、その獣死体の隊長ってのはどこにいるんだ？あそこで眼帯をしてニューススタンドの前で本を読んでる人がそう。人と雰囲気が違ってかなり威厳のある感じがするな。君たちはここで待ってて、私が呼びに行くから。今は勤務時間中だし、そのまま行くと迷惑かもしれない。勤務時間中？でもあそこに立って小説を読んでいるぞ。まあここは任せて。あ、行っちゃった。しおりってなんだか謎めいた感じがするよな。自分は服を作ってるだけとか言いつつ、すごい人とたくさん知り合いだし。フォンテーヌ邸は外国人にあまり寛容ではないからな。ここで自分のブランドを広めるのは容易なことじゃない。競争の激しいファッション業界ならなおさらだ。地元出身の俺が英雄を取るのでさえ一苦労なんだ。
千織さんがどうやって今の地盤を築いたのか想像もできない。知り合いが大勢いてデメリットは何もないさ。勤務時間中に読書？ああ、探偵小説だ。主役は一人？いや、主役は複数いて分岐がある。ストーリーはどこまで進んだの？主役の一人が残りの半生の運命を決めようとしてるところだ。彼は選択を誤るだろうと私は見ているがな。少し急いでもらえる？お願いがあるの。それは私の一存では決められない。わかるだろう？その主役がどちらを選ぶかにかかっているのだ。だから私が手伝いに来たんじゃない？なるほど。やはり彼は間違った選択をしたようだ。止まれ。何をなさるんですか？その手に持ってるものを差し出せ。本一冊だけですよ。他は何も買っていません。では私が見ても構わんな。警察隊員さん、ここで一日中立ち読みしていても文句は言いませんが、うちのお客を脅かさないでください。商売になりませんよ。ここまで来てしらばっくれるな。貴様も逃げられんぞ。もう一度言う。私はフォンテーヌ特巡隊隊長のシュブルーズだ。おとなしく手に持っているものを渡せ。ああ、貴様が愚かな振る舞いをする前に一つ忠告しておこう。貴様が何かを企むよりも私が貴様を制圧する方が早い。渡しますよ。差し出せばいいんでしょ？でも先に言っておきますよ。もし本に何か違法なものが挟まっていたとしても、それはきっと店主が勝手に押し込んだもので、私とは無関係ですからね。お前、この裏切り者、欲しいと言ったのはお前だろう。話があるなら取り調べ室で聞こう。ルテリエ、こいつらを連行しろ。どういうことだ？さっきまで本を読んでたのに、急に誰か逮捕されたぞ。こいつらは、おお、前によく新聞で見た旅人じゃないか。千織の話とはこの二人と関係があるのか？いいだろう。お前たちになら話しても差し支えないはずだ。和紙事件の後、ロシの源は断たれた。だがフォンテーヌ警察隊は
それ以前に市場に流れた分をずっと回収していてな。信頼できる情報源のおかげで最後の一つもさっき回収できた。なるほど、シュブルーズは犯人を捕まえるためにあそこで本を読んでたのか。うわ、そうだ、まだちゃんと自己紹介してなかったな。オイラはパイモン、こっちは旅人で、こいつはグザビエだ。はじめまして、私はシュブルーズ。肩書きは二度も紹介する必要はないだろう。私の提供した情報が間違ってるかもしれないって思ったんでしょ？だから現行犯逮捕しようとしたんじゃない？いや、店主が自首するかどうか見たくてな。私の前に自ら進み出て、ロシをたまたま拾ったと言い渡すこともできた。もし彼がそうしたなら、私も追及しなかった。だけど、店主は丸一日そうしなかった。逆に私が君の視線を遮ってあげると、彼はその隙を見てすぐさま売り飛ばした。ああ、奴は選択を誤った。正しい道は目と鼻の先にあったというのに。彼らは正しい選択をしない。分かってたんでしょ？分かっていた。ただそれが間違いであればいいと思っていたのだ。おお。まあこの話はここまでにしよう。それで私に用があるのだろう。二重視か。この話を選ぶとはいい目をしてる。私に何をしてほしいのだ？役者のアクション指導ということでいいのか？ああ、そうなんだ。撮るからには本格的に撮りたいと思ってる。役者が銃を構える姿と銃器に対する理解をできるだけリアルな重視に近づけたい。だが、この仕事は時間をかなり取ってしまうかもしれない。撮影の全工程に同行してもらう必要があるし、それからそのギャランが。それ以上言わなくていい。参加しよう。あっさりオッケーしてくれた。本当にこんな低予算の営業を指導してくれると？このくらいわけはない。私が担当していた捜査はさっきので一段落し、しばらく喫緊の事件もないしな。それに私はこの小説が好きなのだ。家にハードカバーの本だってある。正義が悪に勝つ物語は何度読んでも飽きない。じゃあこれで決まりね。あ、明日撮影現場で会おう。なんということだ、あまりにも順調すぎる。急いでフリーナ様に知らせないと。あ、それから道具係と照明技師に機材を用意してもらって、明日からクランクインだ。
落ち着いてグザビエ、英英の撮影は一日じゃ終わらないんだから。けど私も帰って出演者のために衣装とメイク道具を用意しなきゃ。うん、じゃあ今日はここで別れようぜ。旅人パイモン、二人は残ってくれ。話したいことがある。私は先にグザビエを送って帰るわ。この人もう興奮してまっすぐ歩けないみたいだから。クランクイン初日のイベントが噴水の中にプロデューサーがいないか探すことになったらごめんだしね。うん、また明日ね。話したいことって何なんだ？二重詩を読んだことはあるか？この小説は伯爵家の息子と娘がお互いに支え合って生き、母親のために復讐するという物語だ。彼らは幼い頃伯爵家で暮らしていた。母親は屋敷の女中で、二人は伯爵と女中の私生児だったため、幼い頃から人に疎まれていた。ある日彼らが家に帰ると、母親が部屋の中で倒れて殺害されていた。明らかに犯人は同じ屋根の下で彼らを邪険に扱っていた伯爵の家族だ。だが伯爵の力は強大で、声を封じるには十分だった。事件は最終的に自殺と認定され、正義は通らなかったのだ。そして二人の兄弟は逃げ出し、将来の復讐を誓った。数年後、伯爵の家族が突然次々と銃で殺された。いずれの死体にも添えられていたのは満開のレインボーローズ。それは亡くなった母親が一番好きな花だった。伯爵はその母親の亡霊が復讐に来たのだと思って日々を怯えて暮らした。だがその正体は逃げ出した兄弟だ。二人は助け合って生き、日夜訓練に励み、最終的に獣士となった。彼らは自力で手がかりと証拠を集め、計画を実行した。最終的に伯爵への復讐を果たし、母親の死の真相を世間に知らしめたのだ。おお、胸がスカッとする話だな。そう、悪はいずれ報いを受け、正義はいずれ下される。私はそういったテーマを好む。ひっ、それもシュブルーズが加わりたい理由なんだな。それも理由の一つだ。あれ、他にも理由があるのか？
お前たちに関する記事を読んだことがある。事件の審判に加わったことにしろ、フォンテーヌの危機を救うため協力してくれたことにしろ、お前たちが正義感にあふれており、その推理力も侮れないことはすぐにわかる。鋭いな。似たような経験がたびたびあるようだ。最近、銃による殺人事件が起きたのだ。犯人の手口は小説のものとよく似ている。え、本当か？今日の新聞にはそんなこと書いてなかったぞ。マレショーセファントムは事件の情報を公開していないからな。捜査に進展がないため、犯人はかなり慎重なのだろう。銃による殺人。確かフォンテーヌで銃を使ってる人って少ないはずだよな。ありえない。銃死体は毎日銃器の状態と弾薬の在庫量をチェックしてる。銃を撃ったかどうかは一目瞭然。ましてや、皆私が信用しているものばかりだ。だが、事件について今日教えられる情報はここまでだ。え、どうしてだよ。帰ってよく寝て、明日改めて私と一緒に調査するかどうか決めてほしい。お前たちにとって迷惑なのは分かってるが、正義の助っ人は多ければ多いほどいい。そう願っている。これは特巡隊の役目ではない。我々の仕事は犯人を捕まえることで、彼らを探すのはマレショーセファントムの仕事だ。調査はいわば市場によるものだ。銃に汚名を着せたくない。また犯行の手口が小説と似ている点も気になる。背後につながりがあると思ってるのか？ああ、その通りだ。もう一度言う。これは命令ではなく取引でもなく、ただのお願いだ。二人が明日の撮影を経て事件に興味を持ち、調査を手伝ってくれたなら心から感謝する。今日はひとまず帰って休んでくれ。冷静な頭を保つことが大切だ。特に重要な決定をするときはな。さもないと肝心なときに、一寸先の道さえ見えなくなってしまうかもしれない。